始まっているのか。こんばんは。あ、始まった。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、乃木坂46のネゴジタショールーム、乃木坂、ニャンバーワンが始まりました。はい。うん。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。はい。そして今日のお相手は伊藤リリアと、はい、中村れのです。お願いします。はい、お願いします。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでヤンバーワンになっています。そして初めてショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をお願いします。右下のツイッターマークをしてどんどん拡散しちゃってください。どっちかわかんないけどはい、お願いします。お願いします。さあ、今日は私たちもスタジオもハロウィン仕様ということで、本日はハロウィン企画盛りだくさんでお送りします。ハロウィンだ、ハロウィンだよ。そう、さあ今日ハロウィンどうですか。え、どうなんかハロウィンの思い出とかある。思い出？なんか僕昔、うん、小学生の時とか、うん、なんか公園に集まってみんなでお菓子をこう持ち寄って交換したのめっちゃ覚えてて。あー、やるね。すごい好きだった。確かにちっちゃい時ね、そうそうそう、みんなでお菓子交換してた記憶ある。なんかマンションとかの人はさ、うん、マンションでさピンポンしてさ、うん、お菓子もらいに行ったりとかしてる子いた。楽しそう、うんうん、どう、れのちゃん、ハロウィンね、うん、でもハロウィン、なんかこの前ほんと友達と喋ってたのは、おうおう、ディズニーでこうハロウィンの時期って仮装できるじゃない。そうだね、確かに。それ一回ちょっとやってみたくないって友達と話してて、あ、まあ、やったことはないんですけど。なんかハロウィンの季節ってさ、こういろんなテーマパークがさ、そうやってるじゃん。そうそうそう、すごい、それは確かに。いやでもちょっとどうなんだ、やってみたい気持ちあるけどなんか勇気がないわ。嘘、でも結構この時期に行ったら周りみんなあ、そっか、やってるからこそ、みんながやってたらやれるかな、うん、馴染んじゃう。いやちょっとね、人がいっぱいいるからさ大丈夫かなって思って。さて今日の仮装、うん、うちらしてますけど。そうなんです。まずじゃあれのちゃんからテーマ。これテーマなんだろう。何わざっくりしてる、めっちゃわです。わでもね、和服意外となんかさ、可愛くない？うん、可愛い、めっちゃ可愛い、ね、すごい、まあ、なんかハロウィンだからさ、うん、こう、いろんなね、可愛い仮装とかもあったんだけど、うんうんうん、まあ、あえて逆にね、逆にね、和風な感じでね、和って感じです。確かに確かに、お面もね、つけてて。そうなんですよ。すごい、それめっちゃ可愛いね。ここにいらっしゃるんです。いいですね。はい、なんかリリアは私服っぽいけど、うん、私服じゃないでしょ、さすがに。私服かな。私服でこれ着てたらやばいけど。そう、今日はちょっとシスターになりました。シスターそう、でもまあ確かに普段モノトーンっていうか黒ばっかり着てるから、うんうんうん、まあ馴染みはある。そう、今日も全身黒だったから、ね、今日全身黒できた。全身黒、頭の先から足の先まで黒だった。今日はなんかそういう気分だった。昨日さ明るい服着てたじゃん、はい、そう、水色、昨日水色着てたからもう今日は反動で黒しか着れなくなっちゃいました。僕はそんなのがあるんだ。そうそうそう、今日はシスターでやっていきます。はい、はい、ということでこれから2時間お楽しみください。お楽しみください。はい、じゃあ早速ですね、最初の企画いきたいと思うんですけど、まあもうここにあるんですけど、うん、最初の企画はもぐもぐタイム。わーい、イエイイエイイエイ、もぐもぐ。この時間は猫舌ショールームの名物コーナーもぐもぐタイムをお届けしちゃいます。はい、はい、今日私たちがいただくのはこちらにありますが、あります、見ましょうか。せーの、じゃーん、おー、おー、なにこれ、なにこれ、すごい、じゃん、かわいい黒猫が、かわいい、ハロウィンっぽい。ハロウィンっぽいね。ちゃんと季節のさ、うんうん、柿とか栗とか乗ってる。あ、確かに、ほんとだ、栗乗ってる。これかぼちゃのプリンかな。あ、プリンか、多分そうだと思います。わあ、美味しそう。やったー。ではでは、かわいい、かわいい、こちらを食べながらゆるくトークしていきたいなと思います。思います。じゃあ手を
きますか。あ、アルコールしてから拭くんだっけ。そうそう、ここにアルコール消毒があった。これさ、拭いてからアルコールをするのかさ、アルコールをしてから拭くのかさ。え、確かにさ、これ拭いたらアルコールで取れるのかな。拭かれちゃうの拭いたらアルコールって拭かれちゃうのかな。でも浸透するのかな、肌にアルコールが。肌に浸透わかんないけど化粧水みたいに難しいね。難しいよね。まあでも確かに、あ、でも確かにお店入るときにアルコールして拭くじゃん、うん、確かにね。あ、じゃあ合ってる合ってるかもこんな感じでいいのかな、普段の自分たちすぎない。本当にそう、昨日あれ昨日あれ昨日昨日の私ら、昨日一緒にいたんですよ、うちらが。そうそう、だからなんか昨日の今日延長線上みたいな、延長線上みたいな感じ本当に。じゃあじゃあじゃあ食べていきますか。いきましょう。じゃあいただきます。いただきます。はい、どうやって食べよう、下のとこを食べればいいのかね。あ、美味しそう。あ、じゃん、いただきます。はい、うんうんうん、なになになに、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん、うん、ね、なんか久々に食べたかもしれない。かぼちゃプリン、かぼちゃプリンじゃないね。ね、ハロウィンだね。確かに、いや、美味しいからね、秋はかぼちゃが。わかる。なんかケーキ屋さんの味がするえ、わかる？わかるわかる。言いたいことわかる。なんかコンビニとかで売ってるプリンとまた違うじゃん、うん、ケーキ屋さんの売ってるプリンって、うん、ケーキ屋さんの味がする。わかる伝わるかな、この感じみんなに。伝わってんのかな。でもマジでケーキ屋さんの味が本当に一番 いいかぼちゃプリンな感じコンビニのも美味しいんだけどケーキ屋さんの味があるんだよ。分かる分かる。ケーキ屋さんの味があるじゃん。え、わかんのかな、うん、これ伝わるのかちょっとわかんないけど、そう、どっちもどっちの良さがあるからさ。うん、久々にケーキ屋さんの味食べた。いいね。うんうん、なんか誕生日も結局そんなケーキも食べずに忘れてて。あ、言ってたね。そう、そういえばなんかね、忘れてたんだよねなんかちっちゃい時ってさ、一番の楽しみじゃん、ケーキが、うん、誕生日の。でもなんかね、最近は忘れるぐらいになっちゃって、なんか悲しいよね。なんかあの大人になったっていう感じる嫌な部分だよね。子供心がなくなってるって気づいちゃってすごい悲しくなったわ。わかる、最近すごく感じるよ。悲しくなること結構増えたんだよね最近。やだやだ、なんか子供じゃないんだなっていうのが。まだ二十歳なのに。いや、そうなんだよ。みんなは、ん、大人になったねってなりました。そりゃね、もう二十歳だからね。そうだよ。ここの二人がさ、もうさ、うん、そう、成人というか大人。まあね、うん、二十歳超えてますから。20歳そう超えてるのがもう怖いよね。怖い。あのね、リリアが二十歳なのがね絶対嘘嘘じゃない、嘘じゃないよ、絶対嘘。あ、ちょっと上に見積もってる見積もってない、そんなサバ読んでないです別に本当になんでなんで、びっくりだもん。認めてよそろそろ。なんか中二のイメージが強すぎて、うん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 、リリアは中二で入ったじゃん、うん、だからもうその時の印象で止まってるの。わかる。でもメンバーそうだよね。そう、めっちゃそう。すごいびっくりだよ。いまだにハズちゃんが、うん、あんなもうすごい年上なんて思えない。20なんだ、23とか2個上だから。そうだね、23、4とかだけど、うん、え、本当にみたいな。まだ高校生じゃないのみたいな。もう葉月がだって短パンでリハしてこないじゃん、リハに。びっくりじゃない。もうそれでさ、大人になったってすごい、うんうんうん、誰って感じだけど。なんかね、制服のイメージめっちゃ強いから。いつも制服で着てたもんね。そう、制服で着てたから。わかる、びっくりすごく、うんうん、びっくりだよ本当に。本当にね短パンでねそう、おしゃれになった、ね、短パンの方がね。わかる、ね、いいんだよね、夏とかも涼しいし。僕も本当に一番最初の頃はなんかそんな感じだったけど、うん、めっちゃショーパンでさ、うん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 、だっただっと覚えてる。
そう、小学生の時とか好きだったんだよ、ショーパンが。でもみんな履いてなかった、みんな小学生の時って。わかる。なんか昔のさ、うん、映像ダンスのさ、うんうん、こう振りを思い出すために昔に撮った振り入れの映像を見るんですけど、うんうん、もう若すぎてみんながだってもうみんな子供なの、すんごい可動域で踊ってるもんね。もうなんかもう3番目の風びっくりするぐらいさ、バッキバキじゃない。そう、なんかキックの位置がもうここなんだよここにキックしてるのすごいよね。確かにすごい。いやーすごい、そんな時もあったな。そんな時もあったよ、うん、だってもうだいぶ筋肉痛で帰ってたもんね、みんなで。毎日筋肉痛だったもう階段がしんどすぎて降りれないとか言って無理って言いながら地下鉄にね乗って帰るって。でもね、あの思い出のコンビニあるじゃない、なくなってたのそういつも三期生がその練習をしてて、 その帰りの通り道になんかコンビニがあって、そこでいつもアイス買ったりとか、そうそうそう、なんかご褒美でね、そう焼き芋買ったりとかしてた。そうしてたんですけど、最近行ったらちょっとなくなっちゃってて。ないんですよ、時代の流れを感じ。でももう6年前とかだから。そっか、さすがにね。そんなだったのか。そうそうそう、なのよ、びっくりだよ。すごいわ早い、マジで時の流れが。確かにね、本当に。なんかいいのかな、こんな大人になっていいのかな大人になっていいのかなとか言ってるけど、本当だよ。まだ子供の部分もあるって信じてる僕は ね、 ね、7年目だって皆さんも。そっか、まるまる6年経ったんだ。そうなの、みんなさんもびっくり。びっくり、本当にびっくり。そうそうそうでもさ、なんか5期生とかさ、うん、めちゃくちゃ若い子たちが入ってきたじゃない、うんうんうん、でもあれぐらいの年齢の時に、うん、私らってあれがで、ああいうなんかさ、すごい今の子って出来上がってない？うわわかるわかる。いやなんか違う、なんか後輩ちゃんはそうなんだ、積極性がすごい、なんかもう出来上がってるの、プロなのなんかね、なんかうちらがさ入ってきた時さ、うん、先輩に一言も話しかけられなくて、めっちゃ覚えてる。どうするみたいな、どうしようなんかさみたいな広いのにさ、めっちゃ隅っこで3期生の方大集結してるの。そう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 、みんなすいませんみたいな、緊張しちゃって、そうお弁当先取ってくださいお願いしますみたいな感じだったけど、結構もう後輩ちゃん最近ね、うん、の子たちはすごく積極的に先輩にこう話しかけてきたりとかしてて、すごい、うん、なんだろう、自分たちとはまた違ったタイプなのかなっていう。いや時代じゃない、時代なの、だって時代なのかねえ。そうか、6年も経ったら確かにそうかも、6年も経ったら変わるよ、若者のタイプも変わるのか、うん、そうかもしれない。すごい感じる、本当に高いね。写真撮ってくださいとかさ言えなかった。でもめっちゃ最近のさ、うん、子たちって結構言ってくれる。確かにね、多いからさ、結構こうふとした時に話しかけられたりするよねすごいねと思ってだって僕アスカさんに写真撮ってくださいっていうのも6年かかった、うん、でも未だに言えてない。未だに言ってないの？未だに言えてない。嘘。めちゃくちゃ好きだから言いたい気持ちはすごくあるんだけど、うんうん、なんかいろいろ考えちゃう。あ、今なんかやってるかなとかさ、めっちゃわかる。すっごい考えちゃう、深読みしすぎちゃうのよ。うん、うん、わかるわ。そう、僕そうこの間のツアーがたまたま結構席近いことが多かったから、うん、あ、そうなんだ。たまたまそう言えたんだけど、本当にねなんかそう好きすぎて全然言えない。分かる、好きすぎると逆にこうなんかためらっちゃうよね。そうそうそう、うなんかね、いやこんな自分が話しかけちゃダメかもしれないみたいなめちゃくちゃ分かるそうそうそうなのよ。まあそんなでも話しかけられたってことはもう成長したってことだから、うん、いやそうですよ本当に。いや大人になったんだよ、大人になったよっていうこういう話をもう一生してる。一生してる3期生は一生こういうなんか何年経ったねみたいな、昔はああだったねみたいな、おばあちゃんみたいなのばっかりずっとしてだってさ、いまだにさなんかこう、うん、こう自由に部屋
待っててくださいみたいな時もさ、うんうんうん、自由なのに3期って絶対3期でいるよね。そう、なんか集まってきちゃうよね人。2部屋用意してくれたんです、スタッフさんが控え室を3期生、うん、じゃあこの部屋とこの部屋使っていいですよって言ったのに、うん、結局1部屋にみんな集まってて1部屋使わないっていう。どんどんみんな来ちゃうの。椅子とか足りてないんだけど、無理やり椅子持ってきてここがいいって言ってみんなでいること多いから、ちょっとくっついてるねなんかね。ねえ、いやなんかね違う、最近より、いや確かに最近の、ね、3年前とか4年前とかは別にそこまでじゃなかったけど、うんうん、もう6年経つとよりこうずっと一緒にいようみたいな、そうかもしれない、うん、なんかね仲いいよねって、ありがとうございます。仲いいと思うね、本当に、うん、なんか自分から言うの恥ずかしいからあんまりさ言わないけど、確かに自分から仲いいですってそうそうそう、ちょっと言わないけど言えない、でも言えるぐらい、うん、自信あるわ、3期生は。今はもうね、今はもう、うん、すごいよ、本当に。そう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 、今しかない時間、大事だからね。大事だよ、本当に。そうそう、5年目の時からめっちゃ仲良くなったなって思うって。確かに去年、確かに去年、去年のさ、一昨年とか、あの、うん、単独ライブの時とかさ、もうマジでさ、3期生ライブから結構ね、団結力みたいな感じじゃなかったいや分かる、なんか3、4期生ライブの時にちょっと深まって、うん、でも3期生ライブ、バースデーライブの時によりもうグッとなった気が、うん、マジで本当にそうだと思う、うんうんうん、確かに確かに、ライブ良かった、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、多分そんな感じだと思うわ、うん、みんな、あ、ライブ見てくれてる、ありがとうございます、やったありがとねね、ずっと仲いいと思うけどね、いやとってもいいことよ、うんうんうん、ね、こんな話ばっかりしてるからもう本当になんかどうしよう、放送テンションじゃなすぎて、マジで一生喋れるあれだよねこれはもう本当に本当にずっとね言ってて、またしてほしいって、いやまたしたいよね、でも3期ライブ、いややりたい ね、 ね、なんかあの時はさ、うんうん、配信になっちゃったじゃない、そうだったそうだった、お客さんこう入れてやりたいよね、うんうん、確かに確かに、ちゃんと目の前で、そう、なんかその時もいやお客さんいたらもっとよかったのにねみたいな、すごいさ本当にそうそうそう言ってたから、やっぱ直接見てほしいかもしれない、確かに、ぜひじゃあ、まあ別に予定ないですけど予定ないけどもしあったらね、ちょっとみんな来てほしいの、ね、ね、やりたいね、ねえ、ほんとに、わー、そう、最近さ、僕が手を叩く方が出たからさ、うん、みんなでそうだクラップしてほしい、そうじゃん、そうじゃん、やりたいね、やりたいよね、クラップ、あれさ、曲いただいた時に、うん、もうすごいいい曲だって3期の中でなってたけどさ、そうそう、ライブで披露してさらになんかもっと良いってなったことない、そうなのめっちゃもうめっちゃなんか感動しちゃって、そう、皆さんのクラップでも感動したんだけど、うん、こう円になってさ、みんなの顔見 た、うん、見た時にさ、ね、なんか泣きそうになってる顔を見たらもうバーって泣いちゃって、本当にいや本当にやばかった、あれはすごい、なんか 今のを表すとすごく素敵な、うん、なんか3番目はさ「ヘイ」ってこうみんながさ、うん、言ってくれてたじゃん、でももう今声がちょっと出せない状況になってるから、 それの、まあ、代わりではないけど新しい形として、ね、クラップが来たのがすごい3期生にとって良かったのかなと思う、すごく良かったあれ、うん、びっくり、そう、いっぱい聴いてください、聴いてくださ い、 いやめっちゃいいもんだってライブ映えする曲だった、いや分かる分かる、あと歌わりが増えていくのがめっちゃ好き僕は、確かにね、だんだん参加していくもんね、そう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 、なんかそれがあんまないじゃん、ない、普通の曲だと、だって久保ちゃんなんてさセンターだからもう全部立ってるの、ずっと立ってる全部久保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 、声なくなっちゃうマジでずっと歌ってるけどそうそうそう、なんかそれがめっちゃ好きだわ、わかる、やりたい、またやりたいね、うん、まあ、みんな良かったって言ってくれる、前回聞いた、本当かな本当かな、いや確かにでもリリースされてから結構経ってるから1000回は聞けるかもしれない、確かにね、毎日聞いてたら、毎日聞いても無理だけど1日何回聞いたらいけるのか、10回ぐらい、あー10回ぐらい聞いたら全然いけそうわかんないけど、
そうそうそう、いい曲だって毎日聴いてる。わー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。 MV が良かったよって。そう、 MV のね、良かったわ。良かった良かったよ撮った後ね、まだ見てないのにさ、完成したの、うん、いやいいよねみたいな、いやもうこれは絶対いいってそうそうそうなってた。すごい良かったわ。見るたび泣いちゃうって、 ありがとうございます。1000回見た人多いだろ。1000回も見てないだろ絶対じゃあ再生数を確認しないと。確認しないと確認する、わざわざするの怖すぎるよ。そう、シュート監督だったからね、結構ね、いつもね、確かにね、楽しかったよね、普通に。めちゃ普通にシンプルに楽しかった、うん、普通に。やっぱでも3期で撮るとやっぱなんだろう、うんうんうん、学校のわかるクラスでいるみたいな感じだから、そうそうそう、すごいフランクな感じというか楽しい、いつもね、うん、ありがとうございますね。ありがとうございます。こんな感じでいいのかな、ね、結構不安になっちゃうんだけど、普通に喋りすぎてなんか食べてほしいって言われたもうコメントに食べてくださいって。じゃあ食べますね。あ、そんな感じで大丈夫です。あ、ありがとうございます。カンペが来ました。そんな感じで大丈夫だった。栗食べよう。うんうん、もぐもぐタイムなのにさ、うん、普通にずっと喋ってる。おしゃべりタイムおしゃべりタイムになったうんうん、喋ってよ。え、なんかさ、さっきからね、このコメント見ててね、うん、パッて目に入るのがリリア声が無理したってもうね、なんかね、5回ぐらい目に入ってきてるしたかな。声変わってるように聞こえる。いや、一緒にいるから分かんない。どうなんだろう、どうだろう、変わってるようには感じないけど。変わってますかどんな風に変わってんだろう、変わってるとしたらね、分かんない。私は分かんない。低くなってんのかな、高くなってんのかな、分かんない。まあいいんじゃない。でも僕結構違うと思う、いつも毎回違うと思う。日によって声変わるタイプかもしれないいや、なんかなんだろう、やっぱメンバーといる時とかは割と、普段いる時、プライベートでいる時とかはもうちょっと多分低くて、でこういう出てる時は結構高いかも。なんて言うんだろう、ほらお母さんが電話出る時わかる。なるほど、なんか放送テンションみたいな。でもわかんない、そんな感じなかった。そんな変わってない、うん、そう、なんか自分はそんな感じかなとは思ってるけど、感覚は全然。あ、そうなんだ、うん、じゃあそんな感じみたいです。そんな感じです。そうそうそう。よそ行きね。そう、よそ行きになってんのかなみたいな。別に意識はしてないけど。とは思う。そうそうそう。いや、あるじゃん。お母さん全然変わるやん、だって。あれね。わかるわかる。もしもし？もしもし？誰やねんって。あるからね。ありますね。そうそうそう、テンション上がるとまあ高くなる、ね、うんうんうん、わかるわかる。そうそう、可愛いってコスプレやったぜ。やったね、ありがとうございます。多分珍しいからね、こじったは多分いつもね制服で、確かにね、やられてると思うんですけど、ちょっとハロウィン仕様ということで、そう、自分で選んだから今回のはこんな感じので、こんな感じのでって届いたやつそう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 ありがとうございます、見てくれて。ちゃん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 、いやもうほんとね、なんかダメだ、もう猫舌いつもそうなんだけど、うん、もう普通テンションになっちゃうから誰もね、今この、そうそう、もう私らだけだから、この空間、そうなの、人がいないからもう、これでいいのみたいないいんですよ、感じになっちゃう多分。ちょっとじゃあ不安になってきたので次行きたいと思います。はい、はい、さあ続いての企画はハロウィンにやってみたい仮装ニャンバーワン。この時間はもうすぐハロウィンということで、私たち2人がやってみたい仮装をそれぞれ一つずつ発表しトークしていきます。はい、ハロウィンにまつわる
ハロウィンの仮装にまつわる話などをしてくださいという書いてあるんですけど、どうでしょう。どうでしょう。でもハロウィンはした？してない、してない。あ、本当？基本やんないけど。あ、そうなんだ。でもリリアはなんか、まあハロウィンじゃなくてもやってるイメージはある。そう。いやでも僕去年も一昨年も、うん、あんまできてなくて。あ、そうなんだ。そう、なんか生写真とかさ、うん、あ、確かにね、グッズでね、やったりする。お仕事で着させていただくことはあるけど、最近プライベートで自分はちょっとできてないけど、うんうん、今年こそは、だからこそやろうと思って。あ、本当に、うん、一昨日やろうと思ったやつと去年やろうと思ったやつをちょっと今年はね。なるほどね。そう、やろうと思ってます。まあやんなかったらごめん一応まあそんな感じで、はい、早速発表していきましょう。はい、じゃあ自分からいきますね、うん、よし。私のハロウィンにやってみたい仮装はこちらです。じゃん。スパイファミリーのベッキーブラックベル。あー、わかるかな。言ってたね。でも書いた、こっちだ。言ってたわ、そういえば。言ったっけ。うん、そう、スパイファミリーのベッキーちゃん。わかるかな、みんな。みんなわかる？あれだよね、アーニャのさ、そうそう、仲いい女の子でしょ。アーニャの友達の女の子なんですけど、アーニャの行ってる学校にいる同じクラスの子なんだけど、じゃあアーニャは、うん、もうみんなやってるから。確かに、もう全世界の人がもう多分今年コスプレでやろうと思ってると思う。多いと思う。めっちゃ多いと思う、うん、人と一緒嫌なんだよね、僕が。ちょっとだから、そう、そこからは一個ずらしてみたのね。そうそうそう。あと個人的にすごいベッキーちゃん好きだから、自分が。似合いそう。だからアーニャではなくてベッキーちゃんをすごいやりたいなと思ってて、候補に今年入れてたんだけど、うん、ちょっとね、揃えられそうになくて、物が、うん、ああ、そうなんだ。ちょっといつかね、ハロウィンではやんないけど、ね、いつかやろうと思って。できそう。でもそう、やりたい、マジで。スパイファミリー好きだからさ。そう、アーニャはね、そう、マユタンとかもやってたしね、YouTube で。確かに確かに。そうそう、だから、ね、ちょっと違うやつがいいかなと思って、ベッキーちゃんにしました。いいね。ね、じゃあなんか悩んだやつとかあんの？これ以外に。え、これ以外になんか、悩んだやつあった気がする。なんだろう。え、なんだっけでももうやるのはまあ決まってるんだけど、2つね、うん、今年やりたいのは。あとは、うん、でも僕ずっとやりたいなと思ってたのは、うん、あの配給のキャラクター。あー、配給の、そう、影山くんが好きで、影山くんをずっとやりたいなと思って。あ、はいはい、服も家にあるけど、まあ、まだやってない。似合いそう。本当に、うん、似合いそう。適当だろ、絶対。いやそう、でも男の子もね、男女問わず僕はやりたいから。そうだよね。かというと、そうそう。あとなんだろうね。すごいね。あとはまあエヴァのアスカとか、うん、ああ、まあ定番だけど、定番だけど好きだから、自分がエヴァがやりたいなと思ったりとかでも本当に、でもいっぱいある。もう好きになったキャラクター全部やりたいから。確かに ねやってみたいっていうあれはあるけど。そう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 、難しいもんね。そうなの。まあ、鬼滅はもうね、ねずこちゃん昔やったから。やってたの、なんか見た気がする。そう、握手会の時にやって。懐かしいね。めっちゃ懐かしい。めっちゃ昔だ。もう、そう、めっちゃ前だって。握手会だっていつ？握手会の時だから。すごい前だね。じゃあ何年前だろう。すごい前。3年4年ぐらい前。すごい。もうそんな経ったんだよ。めっちゃびっくり。なんかすごい最近な感じがする。あと、うん、ポケモンのひかりちゃん。あ、わかる？わかる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 。ひかりちゃんね。そう、ひかりちゃんがめっちゃ好きで、ちっちゃい頃から。そっちね。ポケモンではなくて。いや、ポケモン来るかと思ってさ。ポケモンなわけない。びっくりしちゃった今。さすがにできない。ちょっと無理かも。ポケモンひかりちゃんか。ね、ちょっと難しいから。ポケモンのトレーナーの女の子。うんうん、ひかりちゃん、人間の子がいるんだけど、うん、その子もすごいやろうかなって思って調べたけど、うん、そう、それもちょっと揃えられそうになかったから。でも世代だよね、ひかりちゃん。めっちゃ世代、ね、世代、うちらもめっちゃ世代、ね、ダイヤモンドパールとか
フラチナの時だから多分。そうだよね。そうそうそう、懐かしい青春。そうなの、めっちゃだからねやりたいなとは思ってた。でもなんかいけそう。でもプリキュアとかよくない？あ、そう、書くか迷ったのプリキュア。あ、本当に？そう、好きだからね。そう迷ったんだけど、うん、書いてない。書いてないんだ。違う。え、じゃあちょっとレノちゃんの発表してもらうかな。はーい、それでは。なんだろう、プリキュアっぽいなとは思ったけど。そう、キュアホワイトを描くか迷ったの。似合いそう。めっちゃ可愛いじゃない。めっちゃ似合いそう。うんうん。ね、まあだけど描いてないです。はい、じゃあ、私のハロウィンにやってみたい仮装はこちらです。はい、じゃーん、アナと雪の女王からアナです。あ、なるほどね。あ、はい、これあの冒頭で話した、うん、あのそのディズニーのハロウィンの、あ、はいはいはい、あ、話した時に、そういうことか。そ、友達とね、ディズニープリンセスめっちゃ可愛くないってなって。なるほどなるほど。やっぱさ、女の子って一回は通るじゃない、ディズニープリンセス、うん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 、可愛いって。すごいね、アナ雪好きなイメージなんかあるんだけど。そうなんです。で、この衣装も、うん、あの戴冠式の時の衣装がいいんですよ。なんかね、緑のドレス。あ、はい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 。だからでも緑の、あ、このこっちじゃなくて、うんうんうん、ドレスの方。あ、なるほどね。確かに確かに。そっちを着たいっていう。エルサじゃないんだ。エルサじゃないの。エルサじゃないんだ。アナが好き。アナの方がいい。まあ、アナが好き。まあそうね。あのこれ、このアナの声優やられてた方がすごい大好きだったので、うんうんうん、そうだね、確かに確かに。それで好きっていうのも入ってます。正直。でもラブライブかなと思ったんだよね。迷った。それもラブライブが来ると僕は予想してた。おとまげ坂の制服を着たいっていう、うん、まああれもあるんだけど、うんうんうん、なんかさ、制服は頑張ったらいけそうじゃない？まだ無理。全然いける全然いけるよ。無理なわけないじゃん。うちは制服着てるから、いつでも。でもさ、ドレスってマジで本当に仮装とかさ、こうなんか、あ、なるほどね、そういうとこじゃないと。制服は別にそんな特別感ないってこと。なんか制服だったらやりたいなって思って、うんうんうん、頑張ればなんかこうどこかでタイミングは探せそうだなって思ったんだけ ど、ね、これはドレスちょっと勇気いるなって思って。じゃあラブライブだったら、じゃあ誰がいいの？やるの？それはもちろん推しが、あの私はエリチなので、うん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 、ミューズの、うんうん、ミューズね。髪の毛もね、ちゃんと作ってやりたい。あ、まあ、たまに髪型はさ、ライブで ね、 いつもね、ちょっと簡単にだけど、うんうん、似せてもらってやったりとかはしてる、うんうんうん、やってるやってるからね。なるほどね。そうなんです。確かに確かに。いやー、違かったな、ラブライブかと思ったのに。そう、ラブライブもね、好きだって言ってるからさ。そう、プリキュアかラブライブだと思った。ラブライブはもはやなりたい。なりたいんだ、自分がなりたい。好きすぎてなりたい。スクールを卒業してるからさ、スクールアイドルは目指せないかもしれない。さすがにちょっと、うん、スクール、スクールはちょっともう終わっちゃってんだよな。そうなのよ。だからなんかちょっと新しい、うん、なんかなんかないかな。大学生編みたいな。大学生編みたいな。サークル活動じゃない。確かに確かに、確かに。まあそんな感じかな。そうですね。どうだろう、仮装ね。いやでもコスプレなんて言ったらもう気にないからさ、僕なんかやりたいのいっぱいあって。確かにね、いっぱいありそう。そう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 。あ、似合うと思う仮装を聞いてみたらどうですかって、ちょっと皆さんに聞きたいかも、めっちゃ。確かに、ね、教えて。あ、K4 やりたい、めっちゃ。すごい、一発目でめっちゃ来たもん。軽音どうなんだろう。髪型的にはアズニャンだけど、僕は麦ちゃん好きだから麦ちゃんやりたいな。あ、チェーンソーマンね。チェーンソーマン僕も好きだから。確かに。わ、のび太くんやりたい。え、なに。謎すぎだろ。え、のび太くんってさ、なんか可愛くない？やりたい。え、わかる？なんかのび太くん、静香ちゃんじゃない？じゃない、のび太くん、うん、なんかのび太くんの、うん、なんかそのなんだろう、こうドジ感、うん、すごい好きな。それキャラクター性でしょ。あ、そう、キャラクター性。見た目なるの、のび太くんに。黄色の、黄色のシャツ着て。
のび太くんか、それはちょっと予想外だった。思いつかなかったな。すごい、確かにすごいわ。のび太くん面白すぎだろそうそう、なんだろう。あいっぱいあるね。いっぱいありすぎて流れてっちゃう。すごい、ね、あ、灰原さんやりたい。確かにコナンの愛ちゃんね、コナン好きだから。コナン、あ、そうじゃん、いいな。リリアでも基本的に何やっても似合いそう。嘘、なんか何でも寄せられそう。あーでも頑張らなきゃ。ワンピースはね、やったから、うん、昔ルフィ。あ、やったんだ。うん、やった、一番最初にやった。ワンピースか、ルフィ。確かにね、すごいいっぱい。リゼロもね、たくさん。リゼロでも確かに、でもリゼロはちょっとベタ感ある。なんか女の子ね、うん、なんか多いイメージあるかも。多いイメージ。逆にエミリアちゃんやりたいけどね。そしたらいっぱいあります。セーラームーンはもう舞台やってたから僕はね。あそうじゃん、セーラームーン。そう、公式をやっぱさ超えられないよ、ね、それは超えられないよさすがにそれは無理だ。いや確かに好きだからセーラームーンもいいかもしれない。マーキュリーね、やってましたね。そうそうそう。あとなんだろうな。すごい、みんないっぱい知っとるな。ね、すごいね。すごいね。いやなんかもう僕はさ、アニメ好きだからさ、うん、こう見たらさ一生こう喋れるんだけどそうなると止まらないから。確かに確かに。し、多分わかんないからすごい一人の時間になっちゃいそう。モリアーティあったよ。モリアーティって女性でも、モリアーティやりたい僕。男性か。男性だけどキャラは普通にモリアーティやりたいな。あー確かに、なんか金髪だし。うんうん。女の子、あーあのあれだよ、シャーロックのさお家の、あーなんだっけ名前出てこないけど、なんだっけあれだよね、あの家主。そうそうそう、家主っていうか管理人、管理人さんだよね。なんだっけ、わかるわかる。でもめちゃくちゃ大家さん、大家さん、大家さん、名前全然出てこないけどすごい懐かしい。なんかね、懐かしい。なんか幽谷のね、モリアーティっていう漫画アニメがあるね。そうそうそう、読んでたな。ね、見てたわ。ブンストね、あん、京香ちゃんね、好きだわ。すごい懐かしい。ブンスト、ブンストね、ブンストも好きだから。ハドソンさんだわ。あ、ハドソンさん、わー、すっきりした、ありがとうございます。そうだ、ハドソンさん。いや確かにハドソンさん可愛いな。似合いそう、めっちゃ似合いそう。ハドソンさんやりたいな。長いスカートだよね、確か。長いスカートレトロじゃん、基本。うんうんうん、衣装全部似合いそう、めっちゃ可愛い。確かにな、ハドソンさんね、懐かしい。面白い、なんかみんなが言ってくれる。すごいね、いっぱい。ジャンルがいろいろすぎて、いろいろある確かに。及川さんね、配給ね、配給いっぱいあるね、やりたいの。ごと嫁のさ、ニノちゃん、うん、あー似合いそう。やりたい、ニノちゃん似合いそう。ごと嫁はちょっと見てる、見てる。もちろん好きだからあれだけど、まあまだ内緒です。今年ちょっと内緒です。ちょっと今年内緒です。もうあるんで、もううちに、まあ誰かちょっと内緒です。まあ、まあもう知ってると思うけどみんな。あ、そうなんだ。わかんない。僕がまあ推しがいるから、うん、なるほどね。そう、それ知ってたら。まあ知ってるかもしれないけど、ちょっとまあまあ内緒内緒まだ。ごと嫁はねもう前から好きだから。映画が良かったでしょ。うん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 。とっても。そうそう。なんだろう、あとすごいいっぱいある。
ね、すごい、もうずっと見れるんだけど、うん、すごいね、やっぱその人のマジでいっぱいだよ、おた話になっちゃいそうで怖いから喋れないんだけど安易に難しいな、リゼ様ね、まあ、僕 VTuber さん好きだから、うんうん、そっちもめっちゃねやりたい気持ちはある、すごいなんかそれはいっぱいできそ そうね、髪型はね今年ねツアーで結構いっぱいやらせてもらったから、コスプレはでも一回もまだやったことないな、コスプレね、やってみたい、確かにね、わ日暮らしとかもいいな、すげえいっぱい出てくるじゃない候補がすごい、みんな好きなのがいっぱい、守護キャラやろうよ、懐かしい最近ずっと言ってる、なんかさ、守護キャラ好きだったんだよねっていう、ね、すごいすごいなんか話す気がする最近最近さ話してるよね、なんでだろう、守護キャラ出てくる、最近そのプリキュアが好きだからプリキュアの話になって、じゃあ昔何が好きだったって話になった時に僕が絶対守護キャラっていうの、ね、そう、もうだいぶ聞いた気がする、守護キャラ、キャラめっちゃ好きだったの本当にめっちゃ好きだった、懐かしい、守護キャラ懐かしい、なんかめっちゃアニメ見てた、小学校1年生ぐらいの時にさ、うんうん、みんながこうなんか筆箱とかさ柄の使うじゃん、守護キャラ使ってる人めっちゃいた、嘘覚えてる、マジで、うわ懐かしい、守護、うん、キャラね、なんか僕仲良し大好きだったから、うんうんうん、漫画 あの漫画雑誌があるんだけど仲良しで連載されてて守護キャラがそれめっちゃ好きだったの伝わらんと、これ分かる、伝わらんと、分かる、ちょっと世代の方、ね、プリリズが来た、プリリズ好きだったよ、プリティリズム、プリティリズムやばい、うん、キングオブプリズムもね僕好きだから、どっちも男女もどっちも好きだわ、すごいね、プリリズね、いやチャオハね、チャオハか、分かれるよね、友達はチャオハだったから友達と交換して読んでたみたい、あーいいねいいね、うん、いや僕はずっと仲良しだったよ大丈夫かな、同じ世代の女の子にしか伝わらない気がするんだけど、本当にそう、守護キャラはでも同じ世代の人はもうめっちゃうわーってなると思う、なると思う、多分懐かしいよね、キラリンレボリューションとかね、懐かしい、あコロコロコミックも僕は好き、懐かしい、ケシカスくんとペンギンの問題が大好きで、ペンギンの問題のカードをめっちゃ集めてたの、すごいもう小学生だよ、小学生もう今でもこういう話するのめっちゃ好きなんだよな、わかる、楽しいよ、ね、何気盛り上がる、そうめっちゃ盛り上がる、こういう話するのファンの人とねこういう話するのめっちゃ好きなの、懐かしい、だから一人でこうショールームしてる時はずっとこういう同窓会みたいな話ずっとしてそう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 、懐かしい、めっちゃ世代だ、そうだよね、ベイブレードね、ベイブレードめっちゃ欲しかった記憶あるわ、やってた、やってた、やってた、マジ、うん、いや僕欲しかったけどね持ってはなかった、懐かしい、うん、めっちゃ懐かしい、イナイレねイナイレ見たいな、イナイレちょこっとしか見てなかった、僕はダンボール戦記が好きだったから、すごいね、まあこんな感じでいいのかな、そうね、どんどんさ結構出てきたよ、コスプレ関係ない話になってきちゃったもはやだから全然関係ない、だってペンギンの問題のコスプレしないもん、こんな感じでちょっと脱線しちゃったんで続いてにいきたいと思います、うん、ということで以上ハロウィンにやってみたい仮装ニャンバーワンでした、うん、はい、じゃあ次は、はい、次の企画に参りましょう、ハロウィンでポーズを合わせましょう、このコーナーはハロウィンにまつわるお題のポーズを2人同時に行い、ポーズが揃うかどうかを挑戦するゲーム企画です、なるほど、ポーズを決める瞬間は視聴者の皆さんのスクショタイムチャンスらしいでもあるので皆さんどんどんスクショをしてください、こんな感じ、ちょっと、はい、でもどうだろうね、合わせられるかな、まあお題がね、お題によりか、お題によるな、まあ、簡単なのだったら簡単かもでは早速、うん、1つ目のお題に行きましょう、
おう、うわ、なるほどね。おお、はいはいはい、だってこの辺でしょ、まあ、この辺でそう動かないからこの上半身だけではあるけど、え、ちょっと待って、え、難しくない、え、難しいかも。なんか想像してるのが、想像してるその姿が、うん、あのここじゃないんよ。あーあー、分かった、分かった、ここじゃないのよ。いや、だからね、2個あって、1個は、うん、ここじゃないけど、もう1個は、うん、まあ、ここでもできる。嘘、ここでいけるやつが思いつくな、うん、え、じゃあここでいけないやつでもいいよ。合わせればいいか。ここでいけないやつはね、ちょっとまずあのお空を飛ぶ練習から始めないといけなくなっちゃうけどもう答え言ってるからダメだよじゃあ分かった、いや大丈夫大丈夫、でもそれをここで表現すればいいから。なるほど、うん、じゃあそれでは挑戦しましょう、はい、合図をお願いします。3、2、1じゃんなんか似てない、え、なんで違うの、ほうきでしょ、そう、ほうきだよ、持ってんの、持ってんの、やったやった、半ば無理やりですが今のは優しかっただけ、そう、うん、いや、ほうきで空飛ぶやつね、そうそうそう、僕はそれか、あの大きい鍋で煮込んでる、あー、なるほどね、どっちかかなと思って、まあでもどっちにしてもこういうことね、うん、まあどっちにしてもこういうことちょっとあんまバリエーションがなかった魔女のうちら、そうね、何があったんだろうね、そう、あともう3、2、1が気になっちゃってさ、めちゃくちゃプリクラ撮るときみたいで、なんかポーズを指定してねみたいなえ、めっちゃプリクラだよね、マジでプリクラ、めっちゃプリクラ、懐かしい懐かしい、ちょっと笑いそうになっちゃったんだけど、はい、じゃあ続いていきたいと思います、うん、お題、あー、まあ、これは簡単だよね、まあ、定番だね、これはね、さすがにいけるでしょ、これはいきます、じゃあもちろん早速いきたいと思います。3、2、1、おっ、やったまあさすがにね、まあまあまあ、逆にこれ以外は思いつかないね、なんだろう、お化けこれ以外あんのかな、ガチな方ってこと、ガチな方、これ怖すぎる、髪の毛をさ、こう持ってきてさあ、そっから始めない、そっから始めないといけないまあさすがにこれはちょっと簡単だった、ね、じゃあ次行きましょう、うん、難しい、うわ、難しい、うわ、ちょっと待って、めっちゃ難しいかも、これむずくない、なんだろう、どうやってやったらいいんだろう、これはなんだろう、待ってちょっと待って、思いつかない、え、どうやって、むずいね、ぽいポーズって難しくない、ぽいポーズむずい、これわあ難しい、なんだろう、なんだろうこれいや伝わる人じゃないからな、伝わる人だったら分かったけど、ちょっと待って、なんだろう、ヴァンパイアか、うわ、なんか難しいな、バリエーションが難しい、まあ、いきますか、ノリで、ノリででは、お願いします、はい、3、2、1え、そうだ、すごくない、なんで、すごいんだけどやっぱ伊達に6年の付き合いやってるわけじゃないんだよ、うちらよく遊びに行ってるからさすがにね、そうだよすごいね、いや合わないと思った、合わないと思った、すごすぎる、まあ、これか、これだどれか、どれ、これか、これだったけど、まあでもそうなるよね、はこれは伝わんないからいいやそうそうそう、やっぱ噛んでる感じね、うんうんうん、確かに確かに、わかるわかる、わー、いやー、嬉しいかも、難しい難しい難しい、え、じゃあちょっとまだあるかな、続いてお題、あ、もうないかな、あるかな、あ、あるわ、お、ありそう、え、むず一番むずいでしょこんなの、そう、来たのね、
え難しい。どうやってえ難しい。ポーズ、ポーズすんのえ表現しないといけないってことか。え難しい。むずくない？もうノリでやるしかないってこと。かぼちゃあるけどさ、そう全然参考にならないんだけど。そうなの難しすぎて。むずすぎる。まあノリでやるしかない。ノリで、うん、お願いします。はい、これは無理。まあ、確かにこっちもある。まあ、ただただ丸みをこう表現したら丸みを表現し上下になったっていうだけだ。受ける上下。無理。かぼちゃ何があんの？かぼちゃ？かぼちゃポーズとかあるのかな？あんのかな？全然わかんないよ。わかんなかった。難しいこれは。どうやったらよかったの？みんな。みんな助けて。みんなは。みんなはどうやって。むずすぎって言ってるんだけど。ないと思う。ないと思う。あ、今度はあの皆さんにお題をもらいましょうということで、何かハロウィンっぽいお題があったらお願いします。あるかな。うーん、みんなわからんって言ってるんだけど。ほんとだ、わからない。ゾンビだって、まあ、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビはやっとこう。ゾンビ、ゾンビはなんか同じ感じになっちゃうな。まあまあまあ、でも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 これはいけるよ。 OK、 じゃあお願いします。はい、3、2、1。やったー。そう、これはさすがにね、これしか思い浮かばなかった、うんうんうん、ゾンビこれ以外にない。多分ないね。さすがにこれはいけたわ。キョンシーっぽい、わかる。キョンシーとの違い難しくない？だから膝を、膝じゃない、肘を伸ばしてなかったらゾンビで、ああ肘を伸ばしたらキョンシーなのかな。なのかな、わかんない。知らん知らん。動けないからさ。キョンシーだったらジャンプしたらいいけど、うんうんうん、ちょっと上半身でやると同じになっちゃうか。難しいね。うんうん、なんだろう。あとなんかありますか？いや難しいよな。猫。ああ、はい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 。ちょっと待って、猫むずい。まあハロウィンやね、黒猫よくね見ますから、ついてるしここに。ほんとだ。猫と猫、2パターンなんだけど自分から。わかるわかる。いや3パターンぐらいあるの猫。え、3パターンもある？うん、いや、2パターンか。2パターンしかない、僕は。わかんない、どっちだろう。どうしよう。どっちがいい？最近…いや、どっちがいいとか言っちゃダメだけど。どっちがいい？それで伝わんのかな？最近のか、うん、まあ、ベーシックなやつか。ちなみに最…じゃあ、お互いが思う最近の、うん、にしてみる。にしてみよう。オッケー。わかった。じゃあ、お願いします。お、うん、揃った揃った。やったー。さすがにね。まあね、これはね最近よく見ますね。わかります、これはよく。まあ普通のはまあこんな感じ。あ、それじゃなかった、もう一個。こっちだった。それはなかった。なんかさ、キティちゃんがさ、こういうポーズするの。はい、キティって、知らない。そうなの。めっちゃ猫、もうこれだって思った。今これでしょ。こっちだった。これでしょ。普通のこれはなかったな。危ない危ない。そうか、これか。わー、よかった、新しいのにして。危な。まあ正解したからといって何かがあるわけではないです。まあ、そうなんですよね。そうなんです。もうまあ、もう最初に景品みたいなものを もらっちゃってるからさ、特にまあないですけど。はい、まだあるかな。いや結構やったね。でも結構やったかも。あと1個ぐらいやるかね。なんかあるかな、ハロウィンっぽいやつ。ハロ
ロウィンってでも何があるかな、結構出た気がするな。ハロウィンっぽいのやったもんね。うんうんうん、なんだろう。お、ちなみにシスターだとどんな感じになりますかっていう。シスターカンペがシスターでやるか。じゃあシスター、はい、せっかくしてるから。シスター、シスターこん、あ、3、え、すごいすごい。あーシスターね。あー確かに分かるわ。分かる、どっちもある。いや合うと思ってた勝手にこうじゃないの、わかんない。シスターの概念がわかんなかった。確かに、でもこのシスターに詳しいわけではないけどどうなんだろう。え、でもこうだと思ってた勝手に。まあでも確かになんかね、なんか礼儀正しい、礼儀正しい感じなのかなって思ってなんて言うんだろう、なんかこう品のある感じね。そうそう、わかるわ、わかるわかる、確かに確かに。いやなるほどね。なるほどね。そっか、確かにどっちもあるわ。まあでも結構揃ったと思う。結構僕も揃ったと思う。これがなんか難問正解でこれですみたいなんだったらもうクリアしてるぐらいの正解率ではあったと思うわ、うん、こんな感じでいいのマジでまあやこんな感じで、はい、やったんで、もう結構ハロウィンお題をさ、うん、結構もう出しちゃったから、出し尽くした感、ここら辺で終わりにしますか。はいじゃあ次に行きたいと思います。以上、ハロウィンでポーズを合わせましょうでした。はい、はい、じゃあ続いての企画に行ってみましょう、うん、早押しハロウィン豆知識クイズ。おこの企画では私たち2人がハロウィンにまつわる豆知識の早押しクイズで対決していきます。クイズをするだけで明日からちょっぴり賢いキャラになれるような雑学お勉強企画ということで。なるほど。クイズとか得意って台本に書いてあるんだけど、得意なイメージは僕的にないんだけどどうですか。いえ全く本人が得意ですって言ってるのはあんま想像できなかったから、ちょっと全く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 ってもう自分で言っちゃうのも面白いわまあこれで賢くなったらいいなっていう。まあ確かに確かに、豆知識はね増えたらね、そうね、賢く見えるからちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ、早押しボタンが、向こうにあるので取りに行ってくださいと言われ取りに行けるかな。じゃあ僕は行くね。 あ、 ありがとう、うんじゃあ写しておいてください、レンナちゃんを。はーい、よいしょ。いやよいし、すごい、あのクマ、はい、クマちゃんも、あ、ありがとうございます。いいえ、クマちゃんもちゃんとかぼちゃ着てるの。そう、ハロウィン仕様でね、めっちゃすごいよね。すごいよね、いつもだってちゃんとさ、うん、この多分見えてないと思うんだけどね、うん、こういうところにクモの巣みたいなね、わたわたで作られてるの。でもね、映んないんだよね、全然そうなの、全然映んないところなんだよね雲の巣ある、白いね、上で。あやしょたんが来ました、はい、イエーイ。じゃあ早速問題いきますか。はい、最初の問題お願いします。ハロウィンは日本で言うと何の行事。はい、はい、え、これ早押しじゃない。早押し、早押しいいよ。お菓子の交換会そうなん、あれ、はい、厄除け。違うって、あ、iPad を伏せてほしいって。あ、忘れた、答えが出ちゃう、答えが出ちゃうから。え、厄除けじゃないの。ハロウィンって日本語で言うと何なんだろう。ハロウィンを日本、ハロウィンは日本で行事、なんだっけもう一回見せてください、もう一回見せてください。お題なんだっけ、なんだっけ、ハロウィンは日本で言うと何の行事。あ、日本で言ったらこれですよってこと。え、難しい。え、厄除けじゃないの。日本の行事を思い出して回答した。あ、日本の行事、あ、なるほどね。もともとある日本の行事ってことか。うん、なんだ、お盆。やったー、えー、やった
お盆だって。あれだよ、なんかお化けをこう優しく返すみたいな感じだよ。あー、わかんないけど、なんかそう、お化けがいたわってくださいってこと。降りてくるから、そうそうそう多分そうだと思う。なるほどね。え、そうなんだ。知らんけど、全然知らない。お盆なんだ。全然違うかもしれない、今の説明がすごい、もう何もわかりません、私たちにはやばいね、ちょっとすごい、やった正解だ。じゃあ続いていきますか。かぼちゃに目鼻口を掘り、中にろうそくを灯したものは何？え？ジャックオランタン。早っ。簡単ですよ。え？知らん？知らん。誰？え？衝撃なんだけど。え、知らない。かぼちゃくんじゃん、ただの。かぼちゃくんって誰あれ？あ、だから生命の誕生だよ。いる、ほら隣にいるのに。ほら、だってこれかぼちゃだもん。ジャックオランタンだよ小学校でも習って、知らないよ。ジャックオランタン検索してくれてる。あ、いっぱいある。わかるよ、これはわかるよ。このこういうものがハロウィンにあるっていうのはわかるよ、うんうん、でも名前は知らなかったってこと、うん、小学校で習う？習ってない。それは沖縄だよ。沖縄じゃないマジで関係ない。沖縄、東京のが習うでしょそんなのさ東京は教えてくれなかった。教えてくれるよ。マジか、すごい名前あったんだね、君たち。勝負にならないかもしれないじゃあ続いていきましょう。はい。トリックアトリートのトリート、この場合どのような意味で使われている？うわー、トリートってすごい馴染みのある言葉なのに。トリックアトリートなんだっけな、なんだろう。トリックはトリート、どうですか、なんだろう、トリックなんだっけ、トリック、トリックだっけ。トリックはトリート、あ、トリートか。なんだろう、なんだ、いたずら、違うわ。トリート、はい、交換。お、違うの。何？トリック、うわ、なんだっけ。トリート、なんか聞いたことある気がするけど。トリート、なんだ、トリック、トリックオア、トリックはいたずら、いたずら、ん、お菓子。何、惜しい。あ、惜しい、じゃあ違うわ、ね、何、何て言おうとしたのくれって。ああ、くれなきゃいたずらしちゃうぞのくれ。違うんだ。お菓子じゃないの？お菓子の惜しいってなんだろう。お菓子が惜しい、何、洋菓子食べ物、和菓子絶対違うでしょ、わかんないよ。なんだろう、だってお菓子が欲しいんでしょ。お菓子が欲しいの。くれが一番おし、くれる、くれなきゃ言い方くださいじゃない、あ、言い方じゃないって。なんだ、あげる、もう出し尽くしたよ、わかんない、英語に弱すぎる、うちらまずい、英語に弱すぎるよ。どういうシーンで言うか知ってますか？トリックアトリート、ノック、ん、子供たちがどういうシーンで、あ、尋ねる、それは合ってる。どういうこと、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 ノックが合ってるってこと。なおさらわかんないな。玄関先でいたずらか、うん、何々を選んでもらう言葉。いたずらか何々を、お菓子をあげるでもそうだよね、だってそうだよね、いたずらするか
かお菓子をプレゼント for you するかって話でしょ。そうえ待って待ってうちらバカすぎるかもしれない。やばい、わかんない。豪華な何々何々何何何何4文字か文字とか豪華な豪何豪華なんお菓子じゃなくてもいい、お菓子じゃなくてもいいわけなんです。え、食べ物じゃないの？食べ物じゃなくてもいい。でも食べ物じゃないって言われた。いや、わかんない。もうやだ。豪華な食べ物はご褒美。豪華な食べ物は惜しい。なんだっけ、ご褒美なんか出てきそう、めっちゃなんか出てきそうなのに全然出てこない。豪華な食べ物はえ、何豪華な食べ物はが なんでご褒美で欲しいの。今夜のご飯は丸々だね。あ、ごちそう。あ出てきた。あ、もてなし。なるほどね。あ、なるほどね。もううちらはさ、日本人だからさ、トリックアトリートイコールお菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。でもうそれだったのよ、ね、浸透しすぎて逆に固定概念にすごいあれされてるんだ。へえ、どうやって立つんだ。難しい。うわー悲しい、すごい嫌だ、すごい恥ずかしい。今の英語弱すぎて分かってる人いたのかな。みんな分かってた、ね、ちょっと見てなかったけど、コメントコメント全部ためになったね。本当だね、マジでためになった。本当にみんなね、いやすっきりすっきり。お菓子はまあ合ってるけど、まあ、言い方としてまあねちょっと違うよってことね。難しかったって。いやむずいよ、知らなかった。知らないってよかった。みんな分かっててさ、なんで分かんないのって言われてたらどうしようと思ってめっちゃドキドキしちゃった。すごい難しいですこれは、うんうんうん、そうそうそう、そっかそっか。いやでも僕英語めっちゃ苦手なの。いやほんもう英語一番悪かった。分かんないもう英語、学生の時ノーイングリッシュだから毎日本当にレノちゃんはもうジェスチャーパッション、ね、絶対そんな感じで。でもさ、なんかこうせたら伝わるよ海外で困っても。まあ、ある海外行ってもそう、ワンワンプリーズプリーズって言ったらなんとなくの注文できるから。そう、あれで大丈夫大丈夫。そうだって昔、そのもう何年も前だけど、うん、あやちゃんと韓国行った時にさ、どっちも英語喋れないし、うんうんうん、韓国語も喋れない、うんうん、くて、どうやって話すんだろうってなった時に、うんうん、なんとなくのそのパッションで生きれたから。いや、わかるわかる。僕も韓国昔お母さんと二人で行った時に、うん、まあ、お母さんも全然できないから、自分がこうカフェとかに行ってコーヒーワンワンプリーズでしかもちょっと韓国語わかるから、なんか花プリーズプリーズみたいな。なるほどね、韓国語と英語めっちゃ混ざってるみたいな感じで頑張ってた。難しいね英語って、ね、ちなみに難しい、うん、なんか書いてたなんか書いてあった今。英語ね、お菓子は英語でなんていうかご存知ですか。お菓子ってなんだろう。お菓子の具体的なあれは、ね、具体的なお菓子ではなく、うん、お菓子全体かお菓子なんだろう。お菓子何個かありますだって。何個かあります、なんだろうなんだお菓子、スイーツ。あ合ってんだ。スイーツはスイーツじゃないんだ。確かにスイーツも正解。おへえ、あとなんだろう、まる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 菓子、まるまる菓子と日本語で言ったりする。ええ何だろう、なんかちっちゃい、ちっちゃくなったよ。4文字でちっちゃい文字が入る。なんだろう、なんとか菓子4文字なんだろう、なんだ、あ、スナック菓子か。あ、そういうことか。なるほど、なるほどね、
わー、勉強し、なんか、なるほどね、学校みたいそれもそうなんだ勉強が終わったところではい、もう一回行きましょうまたこの時間が来た、もう勉強会になっちゃうから。本当だよ。はい、クイズでは続いての問題お願いします。ジャッコランタンを窓辺などに飾る理由は、もうだってジャッコランタンを知らなかったんだから、この子は、うん、何も知らないよあることは知ってるけど存在はね。もうやばいよ。かぼちゃは、はい、この補足が来たよ。お化けかぼちゃは窓際に置きます、うん、なんでだろう、なんでお化けが窓から来る。うわ、当たっちゃった、当たっちゃった、絶対違うと思ったのに。あ、魔除け、魔除けなんだ。魔除けだよ。だからハロウィンは、え、これって魔除けのためにやるってことじゃん。そうそうそう、あなるほど。そのお化けが降りてくる日で、うん、で、まあ、襲われないためにかぼちゃを置くってこと。なるほどね。かな、多分分かんない。魔除けなんだ。なるほどね。この家は訪問していいですよっていう合図じゃないんだ。え、あのお菓子、お菓子をさ、来ていいよ子供っていう、そんなにブン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 言わなくてもさ、ホテルのさ、今日は掃除してくださいとかさそう、そう、部屋に入らないでくださいみたいな違うみたいで。違うんだね、真逆でしたわ。うん、じゃあ続いていきます。はい。ジャックオーランタンはもともとかぼちゃではなく、何の野菜、え、なんだろう、野菜言ってけばいいの。全部掘れる、掘れる野菜ってことでしょ。確かに掘れる野菜。なんだ、何が掘れる。人参。思った、人参、オレンジだから。オレンジだしちょっとなんかちっちゃいけど、なんだろう。じゃがいも。うん、じゃがいも掘るの難しそうだな。え、嘘、掘れそうだな。なんだろう、なんだろう、はい、スイカ。あ、掘れそう、掘れそうだよね、うんうん、スイカアートとかあるもんね。あるある。なんだろう、海外のだから海外にあるお野菜。なんだ、メロン。野菜なの、わかんないとりあえずなんか掘れそうなやつ。確かに確かに、野菜だって。あ、これ野菜じゃないのか。メロンは違うらしいなんだろう、掘れそうな大きい野菜なんだろう。全然思いつかないな。おお、玉ねぎ。うわ、ぽいぽいよね、うん、形が。いけそう、いけそう代理品でいけない、いけないからブーって言われてるんだよ。なんだろう、え、なんだ、食べたことあるかな。食べたことあるかな、みんな。馴染みあるものなのかしら。海外のすごいなんとかラディッシュみたいなやつだったら答えられないんだけどえ、おー、ってる。ラディッシュ、ラディッシュえ、ちっちゃくないちっちゃくない。ラディッシュを大根。え、大根じゃないの。ラディッシュって何。ラディッシュってなんだっけ。日本語であるの、あれ大根じゃないんだっけ。ラディッシュってなんだっけ。あれ、ラディッシュってなんだあれ大根だと思った。売ってるものしか見たことないよ。待って、でも根菜、あれ、ラディッシュって根菜だっけ。じゃない。え、なんだ、なんだろう、え、なん、全然わかんない。え、大根じゃないのか、なんだろう。え、マジで人参じゃん。人参じゃない、人参しか思い、ラディッシュってなんだ、思い浮かばないよ。ラディッシュはランディッシュ、2文字。え、なんだ、2文字の野菜。2文字、ネギ。なんで、頑張れそんなのあるの、そんなのあるの、応援されてる、びっくりしちゃった。日本語で何、2文字だよ、2文字、2文字言ってけばいいね。まず2文字
の野菜がパッと出てこないもん今もう。そうなの。二文字なんだろう。そうだよね。漬物とかだからピクルスがいっぱいあるからラディッシュ。え？だってさ漬物。キュウリとか言ったらさキュしか言えないよ。二文字じゃないからね。ないじゃん。漬物二文字。梅？あ、違いました。梅って海外にあるのかな。確かに分かんない。なさそう。え、なんだなんだ2文字なんだ2文字。めっちゃ当てたい。めっちゃ当てたい。え、カブじゃん。なカブだー。あー悔しい。来たー。え、あのさ、うん、動物のさあの生活するゲームでさめっちゃカブ。あわかるわかる。買ってなんか育ててたな。株かわーって似てるんだもん大根と株って。確かにめっちゃ間違えてた。うわーうわーすっきりすっきりすっきり。難しいね。難しかったね。株で代用してたんだ株。確かになんか海外のイメージあるわ株。そうなの。大きな株とかさ海外の話でしょあれ。え、日本の話じゃないのあれ。海外の話じゃないの。なんかおじいさんとおばあさんがみたいな。おじいさんとおばあさんは海外にもいるでしょ。おじいさんとおばあさんがなんかあの引っ張っても抜けないから、まあ、おじいさんとおばあさん出てくるのいっぱいあるよ。え、怖い。え、なんかさなんかミイラみたいじゃない。なんかもっと可愛らしい。なんか玉ねぎでもやってるじゃん。本当だ。すごいすごいすごい。なんかリアルな。でもかぼちゃでよかったね。よかったよかった。かぼちゃの方が可愛いわ。じゃあ次の問題、はい、いきます。お願いします。なんと返せばいい。うわ、なんだっけ昔習ったのに全然忘れちゃった。全然わかんない。あ、トリックオートリート、なんだろう、なんだっけ。今回は、うん、迎え入れる。そうですね。言われたってことね。うん、言われた側のトリートです。うわ、なんだっけ。 あるんだよね。子供たちをあるんだよな迎える側。めっちゃ何だって思い出したいけどめっちゃ覚えてない。トリカトリート You are welcome。 なんかでもありそう、ね、ありそうだよね、うん、ぽい。なんだなんだなんだ。うーん、トリカ英単語 OK。 いや、あ、確かに O と K で OK。 違うよ。二単語です。二文字じゃん。やばいやばい。二単語と二文字さすがに分かってくれよ。なんだろう。うわ、なんだろう。分か、二つか。でも迎えれるんでしょ。ちょっと待って、うわ、なんか、いや、わかる、なんか聞いたことあるんだけど、全く思い出せない。なんか今、言われた側の気持ちになればいいってことだね。だから、言われたらなんて返したくなるかな。迎え入れたいとき。でも、引き出しが少なすぎる、自分の中に英単語の。英語マジでわかんない。英単語の引き出しがなさすぎて、全然出てこない。なんだろう。丸。え、これってさハッピーハロウィン。そんななんか簡単な感じだったの。そうなの。え、ハッピーハロウィンってそうなの。答えがそれなんだね。あ、間違えた、ごめんなさい。ごめんなさい。え、なんか普通にさハッピーハロウィンってなんか良いハロウィンをみたいな。そうそう、あ、でもそういうことじゃない。あ、そういうこと。迎え入れた時に言うんだ。ボンボヤージュみたいな感じなんじゃない。一回二人で練習してみましょう。だってえ、何を。ハッピーハロウィーン。じゃあどっちかがトリックアトリック。じゃあ言うね。はい。トリックアトリートガチャ。ハッピーハロウィーン。ピンポンらしい。これなんだ、すごい。そうなんだ、知らなかった全然。ハッピーハロウィーンってそのハロウィンの日を普通になんか言ってるのかな、ね、だから、うん、ハッピーバースデーはお誕生日じゃん、うん、だからそんな感じでね、ハッピーハロウィンかと思ったらそんな感じのノリだと思った。びっくり、初めて知った。全然知らなかった。全然知らないね。あ、次が最後の問題らしい。あら、じゃあ続いて
願いします。ファストですね。ハロウィンで仮装するのは何のため？これはわかる。わかんないんだけど、だいたいハロウィンで仮装するの？これわかるよ。見バレ防止そのなんかお化けにお化けにこの子は人間だよっていう見バレを防止するため。え、正解じゃない？え正解じゃないの？違うみたい、違うみたい。え、お化けに混じるためだと思ってた僕も。合ってる。じゃあ絶妙に違うんだえ、欲しい答えじゃなかったです。だってえ、お化けに混ざるためじゃないの？違うんだ。なんかそういう系だと思った。そうだと思う僕も。割れちゃいけない お, あのお化け側に。うん、そう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 。え、何、何がある？え、違う。じゃあでも合ってるっちゃ合ってるから、まあそういう系統で考えればいいね。言い方が違うってこと。うーん、なんだろう。え、何、なんだ。うん、あ、同じようなニュアンスだけど、うん、人間ってバレないため。わかんない、わかんない。なんだ、お化けからバレないが一番近い。なんでお化けにバレちゃダメ？なんか、なんだろう、なんだろう。お化けに襲われないため。あーあー、そういうことね。なるほど、悪い霊から身を守る。なるほどなるほど。まあそうだね、まあなんとなく詳しく言い過ぎちゃったのか確かに目的はね、詳しく言い過ぎちゃったみたい、ね、お化けと一緒になっちゃうとダメなんだって。なるほどね、なるほどね。確かに仲間になっちゃもダメなんだ。お化けに襲われなかったらいい。なるほどなるほど、なるほど。勉強になりましたね。すごい難しい。皆さんのコメント iPad を見ましょうか。よいしょ。結構厳しかった。厳しい結構厳しかった。すごいな、すごいなみんな見バレ防止正解お化けに見バレ防止じゃんこれは。もうまあ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 、言うたら言うたらね確かにそれはそう。いやちょっと難しかったな。で勉強になりましたね、うん、たくさんね。なかなかちょっと難しい厳しかったけど、ニュアンスの違いですごい不正解にされたけど。あ、点数が出てるわ伊藤さん4点、中村さん1点で伊藤さんの勝利でした。やったー。わー、これ何、点数制だったんだね。あったんだ。僕も全然ポイント制じゃないと思ってた、ね、一応ね、一応数えてくれたみたいです。なるほどね、すごい難しかったな意外とね。結構ね、ね、なんか知らなかった全然。なんかショック、ショックだ普通に自分の知識のなさ本当に。うん、頑張ります、頑張りましょう。はい、はい、ということで、以上早押しハロウィン豆知識クイズでした。続いては質問返しのコーナー。はーい、はい、ということでこちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうというコーナーです。なるほど、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。では、はい、質問コーナーへ行きましょう。ここにね、質問リストが、このリストの中からね、そうそうそう、あるので、この質問の中から相手に答えてほしい質問を選んでそれぞれ質問をし合っていきましょう。なるほど、まあ、質問自体は2人とも答えますけど、はい、どうしよう、何がいいかな。めっちゃある、めちゃくちゃある。そうなんかね、今回いつもよりめっちゃある気がする。すごくギューって文字が詰まっている。こんな文字ちっちゃいのなかったありがとうございます、たくさんね、どうしようかな。面白い。何が、何かあったら全然言ってね。はい、あ、じゃあまあ、あの、うん、
まあ序盤ですからね、はいはい、最近のことをリリアちゃんにお聞きします。はい、リトルゾンビガールで全国各地を回ったリリアちゃんですが、うんうんうん、特に思い出に残っている都市都道府県はありますか。めっちゃ回ってたもんね。なんかめっちゃ回った、ね、ご飯でも何でも全国の地方回ったけどすんごい回ってたイメージ。どこだろう。どこもめっちゃ思い出に残ってるけど、うん、熊本？熊本、うん、行ったことある？いや初めて行った。でほとんど多分初めて行ったんだけど。そうなんだ。熊本。なんかあった？熊本の楽しい思い出。まあ、今回結構招待公演っていう形で、うん、あの小学校を、うん、こう小学校のさ課外授業とかで舞台見に行ったりするじゃん。ある。あ、そう、あった。そういう感じで小学生たちをこう結構招待してたので、もうお客さんみんな小学生だったんだけど。うん。うん、熊本の小学生めっちゃ元気だった。そうなんだ。一番元気だったのは熊本だった記憶がある。分かるの？その上でさ演じてて、うん、あ今日の小学生ちょっと元気だな。全然違う。あ、全然違う。なんか学年も分かる。すごい。高学年なんだなとか、あ低学年なんだ、なんだなっていうのを分かるし。すごいね、楽しそう。熊本めっちゃ元気だったんだよね、なんか分かんないけど。熊本ってこんな元気なんだと思うぐらい、そうすごい元気だったから、すごい楽しかった記憶がありますね。いいね、うん、じゃあ行ってみたいさ、うん、県ある？れのちゃんは。あ、日本の中でね、うん、まだ行ったことなくて。行ったことなくてか、うん、どこだろう。なんかこう なんだろう首都なさ場所は結構ライブとかで行ったりするじゃない、うん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 、結構いろんなとこそう考えたら行ってるけど、うんうん、どこかな。青森県。おお、なんで行ったことないな多分。青森なんで？理由はありますか？理由は最近リンゴにハマってて。ああ、いいね。美味しいリンゴを食べに行きたいっていう、うんうんうん、わあ、わかる。なんかさ、蛇口からさ、リンゴジュース出るみたいなさ。そんなのあんの？なんか見た見た。行きたい！テレビで。すごい。あ、首都じゃなくて、都市だった。何都市かっていうね、ライブで回ったりするから。うん、リンゴいいなぁ、リンゴの蛇口すごい。リンゴいいね、確かにめっちゃ行きたい。リンゴ、いろんなね、リンゴあるからね。うん、確かに。じゃあどうしようかなぁ。じゃあ最近の先日開催されたアンダーライブで印象的だった出来事を教えてくださいという。アンダーライブで印象的だった出来事、うん、うん、何でもいいよ。どうだったとか、まあ、普通に感想で。感想、まあでもやっぱなんか今回のライブはさ、うんうん、こう結構派手な演出が多かったじゃない。確かに確かに。こう車幕に映像が映らされて、うんうん、それとリンクして踊るとか ね、そうそう、うん、すごく派手だったから、うん、なんだろう、すごいね、なんかやってて楽しかったなって思うのがたくさんあるし、まあ、いつも楽しいんだけど、うんうん、なんかあとまあ曲もね、こう結構いろんな曲、ね、アンダー楽曲にとらわれずに、うん、いろんな曲やったじゃん、うん、あんまりやらないね、それもなんかそうすごい新鮮で楽しかったなっていう思いで、うんうんうん、確かに、うん、自分アンダーライブちょっと1日しかね参加できなかったんで、ね、舞台とそうかぶっててやってたから。いやでもそれでも1日だけでもめっちゃ楽しかったし、うん、いやーね、楽しいよね、うん、なんか本当になんだろう、アンダーメンバーのこうなんていうんだろう、仲間感が強くて、わかる、わかる、すっごいわかる、仲間っていう感じめっちゃ強くて、なんかそれがすごい楽しかったというか、すっごいわかる、うん、いいなっていう、うん、やっててすごい、なんだろう、うん、いや分かる、楽しかった。もうこのライ今回のライブはもうだって1日目終わった時点で結構足もう、いやもうみんなね大変だったから、うん、すごいね、やってる最中は全然そんなことないんだけど、うん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 、終わってちょっと一息ついたあたりから、そうだね、あやばい。今回ね東京に加えてね大阪もあったから、うんうん、いつも以上にあったというかね、日にちが、ね、すごい、でも楽しかったな、うん、楽しかった、うん、またね次があったら楽しみですね。そうですね、うん、じゃあありますか。わなんだろうなんだろう、いっぱい
るからさ、そうめっちゃあるのだってね、1,2,3,4,5,6 ページあるすごい迷っちゃう、ありがとうございます。6ページもあるわ、どうしよう。1個聞きたいんだけど、うん、ダンスの振りなどすぐに覚えて忘れない抜群の記憶力と、うん、ライブでずっと走りっぱなしでも全然疲れない無限の体力はどっちが欲しいですか？いやもうこれ圧倒的、圧倒的ですわ、うん、はい、じゃあ記憶力か体力かどっちか、じゃあせーので、うん、いいよ、せーの、体力。嘘、絶対体力。記憶力がいい記憶力は、うん、なんかでもすぐ割と覚えれるから、まあ頑張ればいけるかなっていうあれだけど、体力に関しては正直ライブとかはもうアドレナリンめちゃめちゃ出るから、うん、正直どんな怪我しても気づかないぐらい、まあ確かに平気なの。確かに、ね、だから別にアドレナリンで乗り越えれるから記憶力の方が、記憶力あったらさ、うん、ダンスもそうだけど、まあ、例えば舞台とかドラマの台本とかも覚えられるし、まあ確かに確かに、なんかいろんなのに使えるなと思って絶対記憶力はいいなと思ったけど、え絶対体力、全然体力だった、体力か全然。なんか歌いながら踊るって割とこう来るじゃない、体力に、うん、まあめっちゃね。で結構その声ぶれないように歌う時のダンスって結構力入れたりするから、すぐ体力をね消耗してしまうのよ。だからもう後の方になってくるとめちゃくちゃもう必死。確かにね。だからすごいもう体力は欲しいって思っちゃう。そっか、まあでも分かる、言ってることはめっちゃ分かる。いやね、確かにすごい。いやどっちも欲しいけど。いやそれはそう。どっちも欲しい。そんなもらえるならどっちも欲しいよ。うんうんうん。じゃあ、えのちゃんはありますか？へえ。なんだろう。うん、まあ確かにね、すごいいっぱいありますいっぱいあります。体力か、あ、今期、うん、みずきちゃんやあやめん、かっきーがドラマに出演していますが、うん、お二人が演じてみたい役柄はありますか？まあ、今後ねおやってみたいなみたいな。なんかやっぱさ、うん、リリアもだけどこう、うん、舞台うちは割とこう、ね、たくさん出させてもらってるじゃない、うんうん、だからこういうのやってみたいなみたいな。どうだろう、割といろんな役ね。なんかリリア結構、うん、なんかそのいろんな役やってるイメージ。そうだね、いろんな系統を。男の子になったからね。そうだよね、性別も超えたし、うん、割と頭のいいキャラもやったし、すごい元気なキャラもやったし、すごいなんかバリエーション豊富なイメージがあるけど、でもヴィランをやりたいなっていう感じ。悪い、なるほどね。どっちかというとやっぱりメインというか、うーん、王道な感じ。そうヒールじゃないというか、そう王道な感じ、うん、とかが多いから。そうだよね、あんまりそういう悪敵の軍団とか。あーなるほどね。そう、例えばバトルものとかだったら、うん、そう敵のチームの一人とか。確かにね、ちょっと面白そうだな。似合いそう。ダークヒーローとか。確かにすごいやってみたい。面白そう面白そう、うん、確かに、うんうんうん、面白そうやりたいですね。いいね、うん、どう、レノちゃんは。なんだろう、じゃあなんだろうね。でも結構ね、うん、その最近っていうかもうずっとやってるのが、うん、まあ本当にもう王道ヒロインみたいな、うんうんうん、確かに確かに、ずっとこうやってきてて、うんうん、すごい。だからね、なんだろう、難しいな。でもなんかその王道ヒロインはすごい好きなの、うん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 、見るのも好きだし、うん、似合うからね。すごい、なんだろうな、まあ、やりたい、この役やりたいとかっていうのもあるんだけど、うんうん、まだね、年齢的にね、あもうちょい大人なんだよね、そのやりたい役は。
いいよ、やりたいって言うだけ言うのちょっと大人っぽい役をやりたいってこと？いや、あのね、役はそんなにこう大人っぽいっていう感じじゃないんだけど、全然、うん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 、でもその大人になってからのお話だから、あ、設定的に大人だから絶対大人がやっててやつをやりたいってことか。そう、すごい、なるほどね、いいなって。確かに確かにね、いっぱい夢が広がるよね。そう、年齢的なものはね、やっぱ僕はもう圧倒的に年下をやることが多いから。いやだって、この間は小学生だったし、セーラームーンは中学生だし、でその星の王子様の時はもう5歳ぐらいの精神年齢でやってくれって言われててすっごいあれだね、下が多いんだね。手の触れの時も生まれたてだったから、うん、本当になんだろう、赤ちゃんみたいなうんうん、うん、設定的な役すごい多いから、大人はね、まあもう20歳にもうなりましたから、ちょっと大人の設定の役は確かにやってみたい。確かにね、うん、確かになんかすごい幼い役をやってるイメージとってもある。まあ身長もねそんなないからさ結構そういうの多いから、やってみたい、ね、確かにね、確かに。なんだろう、あ、じゃあ徐々に旅行やお出かけの規制が緩和されていますが、国内でも国外でも今一番行ってみたい場所はどこですか？うわー、今一番行ってみたい場所、うん、いやもうね、何迷うなあ。迷ってんな。迷う。何個かある。でもまあ同じ地方っていうか、その同じあの近所。あ、そうなんだ。付近。いいよ、どっちも言って。まあシンプルにこう行きたい、ずっと行きたいって言ってるのは、うんうん、まあ京都旅行。ああ、京都はね、うん、もううちらもうずっと行ってるよね。くらい言ってるけど。マジ本当に本当にずっと言ってる。本当に行きたいんですよ。京都は、うん、僕も行きたい。なんか美味しい和食屋さんとか行きたい。ああ、わかる。すごく。僕はもう神社好きだから、神社めっちゃ行きたい。行きたいなーって一生言ってる。言ってるね。あとは？あとはまああれですよ。もう私もう半年ずーっと行ってるけど、うん、ユニバー。ああ、行きたいって。USJね。確かに確かに、うん、僕も行きたい。もうさ、ずっと言ってる。これもずっと言ってるよね。これもずっと言ってる。マジで1年ぐらい言ってるから。そう、まあ、僕はこれも最近ずっと言ってるんだけど、うん、韓国に行きたい。あ、そうだね。そう、最後っていうか、まあ、1回しか行ったことないんだけど、うん、そう何年か前に行って、そう最近ちょっと緩和されてきたんで行きたいなって。自分がすごいね、 K-POP すごい好きだから。そうだよ、ね、すごい行きたい。確かに海外行きたいって毎日言ってる。海外いいね。海外ね、そろそろ行きたい。そう、前はさ、昔はこう海外でさ、うん、ライブとかも結構さ、うちがさせてもらってたからさ、うんうんうん、こう海外のライブをそろそろいつかね、めっちゃやりたい。いいよね、すごい海外楽しかったの。本当にすごい好きだったから、海外でライブやるのまたお客さんのこう雰囲気が違って、うんうんうん、面白かったから、すごい行きたい。うん、こんな感じかな。こんな感じですね。あとは、あとはありますか？なんだろう。何があるの？何があるかな？いっぱいあるね。何でもいいよ。すごい細かいことからさ。そうなの、そうなの。すんごい細かいことから結構なんだろう、大まかな大まかな、大まかなことまであります。広い、すごいすごいよ。だってあの朝遅刻しない方法だけ来てる確かにそれは大まかだな。いいね。私たちも教えてほしい。でも遅刻はしないけど、あれだよ、何回もかける、うん、アラームを。遅刻はしないけど、うん、起きるときにさ、うん、あーもう朝かってならない、うん、なるなる。最近全然起きれなくて。そうなんだ。起きてるんだけど、お布団から全然出れなくて、うん、寒いもんね。30分経っちゃったなみたいな、うん、あ、だから僕はもう分かってるから出れないの、うん、だからもう早めに設定してる。あー、ちょっと早めにね。そう、分かる分かる。すごい早めに設定したら別に二度寝しちゃっても
間に合うから余裕あるように。そうそうそう、確かにそれがいい、いいね、思ってアラームを設定するのはすごくいいかも、うん、それがいいです。うん、アンサーアンサーそれがいいです。そうしましょう。じゃあね、正直新制服寒いですか、それ欲しいですかっていうメンバーかなっていう質問が来てるんだけど、身内から来てるかと思った。身内から来てるようなコメントが。寒いです。寒いね最近ね。最近みんな収録でもみんなこうやって歩いてる。寒いよねって言いながらもう半袖の季節じゃないからな。早かったよね、なんか、ね、まだ暑いなって思ったらさ、すーぐ寒くなったじゃん。そう、急にね寒くなったからね、ちょっとそうびっくりしてる。うちらもびっくりっていう感じ、うん、間に合ってないのよ間に合ってないから準備がちょっと冬のね制服ができるの待ちましょう。待ちます。うん、あとはなんかあるかな、なんかあるかな、何がいいかな、いっぱいあるから選びきれないな。逆にいっぱいあるからポン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 言った方がいい。確かに。あ、何？アンダーライブの乃木坂プレイバックファクトリーのコーナーで、うん、レノちゃんは、アムアイラビングも候補に、うんうんうん、なっていたと言っていましたが、うんうん、リリアちゃんは低体温のキス以外に何かありましたかって。アムアイラビング。あ、一緒や。入れてた入れてた、僕も入れてた。そういいなと思って。ね。そう。で二曲あげててさ。うんうんうん。でまあもうそのタイトハグはやったんだけど、うんうんうん、でアムアイラビングできなくて、僕もそうだった気がする。アムアイラビングと低体温と、まあ、あと意外ブレイクとかも入れてたから、あ、僕はもうずっと言ってるから、なんかずっと言ってるね。 それはすごい大好きで、うんうん、だからそうでも入れてた。アムアイラビングやりたいよね、うん、やりたい。すっごい可愛くない、あの曲めっちゃ好き。そうめっちゃ好きなんだけど、やっぱりなかなか見る機会がなかったからね、いつかやれたらいいなと、うん、いつかやりたいですね、とっても。へえ、なんだろうなあ、おすすめの秋ファッション教えてください。これは僕が聞きたいだけです、普通に秋ファッション、ちょっとありますか、ファッショニスタ、レノ様。でも、まあ、今流行ってるのはアームウォーマーじゃない？わかるアームウォーマーね、流行ってますよね。流行ってる、みんな着てる、みんな分かれてる、うん、袖が手袋みたいな。そう流行ってるね、確かに。お店行ってもやっぱいっぱい置いてあるもんね。あれいっぱいある、すごい。そう、まあ、うちにもあるけどちょっと着てないなんかうん、なんかさ上着なんか難しいんだけど、あれ上着着るともうないもん ね。そうそうなの。そう、僕は上着すごい好きだから、どっちかって言ったらアウターの方が好きで、うんうん、秋冬はだから絶対着たいの上着を。確かに、ね、だからあれ着れなくて、全然着る機会なくて、そのまま着ずにちょっと終わっちゃいそうな気がして。確かに着る機会なさそう、うん、上着好きだったら。まあ、僕はベレー帽好きなんで、ベレー帽イメージある。そうでも今年は2個買ったんだけど、まだそんな被ってないから、これからいいですね。そうやっぱ上着と合わせるの好きだから、上着を着れるぐらいの寒さになってほしいの早く。僕はもう、でももうすぐだよ、もうすぐだよね、きっとすぐもう来る。そうそうそう、もうちょっと15度14度ぐらいになったらすごいちょうどいいなって。そうね、うん、楽しみですね、楽しみ秋服ね、冬服もね。あとはなんだろう、あとは最近見た映画何ですか、ありますか。 ある最近見た映画館では見てないかな、まあまあまあ、でも家でさ見れるじゃない、うん、あそう言ってたよね、映画すごい見てたって。そう、何見てたっけ何見てた、知らん聞いてない、僕は何見てたかまでは聞いてない。え、めちゃくちゃ見た。あ、映画見てたとは聞いたけど、最近ペットを見た。ペットってわかる、わかるかな。ペット、わかる、ペット、ペットと、あとなんだっけ、シング、あ、シングね、シングも見た、うん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 、家でね。いいね。あとなんだろうな、いっぱい見てんね。あとダイナーも見た。あー、ダイナー僕見てない、まだめっちゃ見たいと思ってたのに。もうなんか蜷川さんの世界観がもう、確かに確かに、映像美がね、うん、存分に。僕最近ヤマトポケモン見ました。あ、うん、リアルがパルキアダークライ見ましたあー懐かしい。そうそうそう、めっちゃ良かったわやっぱり。なんかいや懐かしい、だって世代だもんね、うん、めっちゃ世代だから
うん、面白かったな。いいな。なんだろう、あともうどんどん行った方が多分いっぱい答えられるから。そうですね、答えちゃおう。うわ、あるかい。なんだろう迷ってんの。あー、じゃあリリアちゃんにお聞きしましょう。歌唱力の抜群のお二人ですが、歌唱の際に大事にしていることは何ですか？シンプルに聞きたい。歌唱の際に？シンプルに聞きたい。歌唱の際に。歌唱の際に大事にしていることは何ですか？まあ気をつけてることでも、まあこういうこと意識してるよでも、まあ、口角を上げるだね。ああ、まあ確かに。絶対言われるじゃん。シンプルにそれが一番早いよね。早い早い早い。手っ取り早い。口角が下がってると音が、うん。あの低く聞こえるんですよ、ちょっと。確かに。ピッチが合わなくなっちゃったりとかするから。同じ音出しても変わるもん。っていうのをもうずっと言われるから、うん、僕はもう口角を上げるっていうのが本当にもう。確かに大事。もう癖になったというか、大事にしてる。気をつけてるかな。大事ですわ。プロって言われてる。プロだよ。歌手だもんだって、うちら。確かに。歌手だからね。レノちゃんは？僕も普通に聞きたいんだけど。なんだろう。まあ歌唱中に大事にして、あのまあでも最近すごい言われるのは、うん、縦のリズム、あそのビートをちゃんと曲から聞いてっていう、うんうんうん、そのなんかビートがこういう風に歌ってくださいっていうのをちゃんと教えてくれるから、 それに沿って歌ったら、うん、なんかボイトレとかするよりも一番早く上手くなるよって言われて、うん、最近だからちゃんと音楽をオフボーカルで聴いたりとか、わかる、するやってたな、ライブ前は。もうそう、僕ね本当にあんま得意じゃなくて、うん、結構早撮りをダンスも歌もどっちもしちゃいがちだから、昔から、からずっとやってたもんね自分で。そう、早撮りをしないようにはめっちゃ気をつけてるというか、すごい意識してるかもしれない。でも確かになんか大事だよね、音、それなんだろう、メロディーをこう気をつけて、うん、たらなんだろう、表現できるようじゃないけど、楽譜に全部正解があるから楽譜をいっぱい読んだ方がいいよっていうのをすごい言われた気がする。うん、曲がね教えてくれるもんね。作曲者の人がこう意図をして作ってるものだから、うん、音は全部すごい。たまにさ変化球なのが途中入ってきたりとかするじゃん。あるあるある。なんか楽器で、そうそうそう、ああいうのとか全部聞いちゃうよね。全部意味があるからこの音はちょっとここだけ違うけど、それはこういう変化がのためでみたいなのすごいしてもらったから、そういうのも、まあ、楽譜あるときはね、確かにね、うちらのそういうなんだ、邦楽というか J-POP とかはそんなに楽譜があるわけじゃないけど、うんうんうん、舞台とかのときはね楽譜があるから、そうだね、あるときは確かに頑張って読む。僕は全然得意じゃないけど読むの。いや今までさ、こういうのやるまではさ、一回も楽譜なんて、いや本当そう、触れないよね、触れない普段の生活で。もうさ、学校の音楽の授業でしか触れないじゃん、うん、楽譜なんて。だからもうやばい、最初から勉強もまたしないとみたいな。いや本当にそう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 、これは四分音符で八分音符でわーみたいなわかるわかる、取り方変わってくるからねそう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 、難しいですね。すごい難しい。まあ、またちょっと違うかもしれない。普通の人がこう歌を上手くなりたいっていうのと、うちらが歌うのちょっと違うかもしれないけど、まあ、確かにテストパス鍛えるのも大事だけどね。そうそうそう。まあでも口角上げたら多分いいと思う。確かにね、それがそれだけで本当ちょっとじゃん。変わる。そう、それでも全然変わるから。ぜひやってみてください。すごーい。プロだプロだ。プロだ。そんなそんなそんな全然ない。あとは、あと2分だって。やばいじゃん、2分だって。いっぱい答えよう。じゃあなんかいい感じの。なんだろう。あ、何？ピザの生地は硬い方と柔らかい方、どっちが好きですか？なんかさ、この前ピザパーティーしようみたいなみんなで話したじゃん。確かに。だから聞いときたいな。正直どっちもいい。あれだよね、うん、パン生地っぽいのとさ、クリスピーみたいな。
ワード。でもその時の気分によるかもしれない。確かに。どうだろう。じゃあ気分で。気分で。うん。次。嫌いとかはないです。どっちが嫌いとか。まあどっちも美味しいもんね。うん。あとはなんかありますね。なんだろう。私生活の中で身の回りに多い色は何色ですか。え、もう圧倒的なんだけど。水色？そう。確かに確かに。圧倒的。だってもう今さインスタもやってるんだけど、うんうんうん、公式でね。あ、そうだね。インスタももう全部綺麗に。確かに。揃えてる。水色みたいな感じで。そう。色味統一してます。うんうん、リリアは？紫かな。あ、紫なんだ。紫ずっと好きだから紫赤。あ、サイリウムカラー。そう、サイリウムカラーなんだけどもう好きな色をね。紫、赤、そうだねとか最近は青とかも好きだけど、うんうんうん、確かに。でも紫、赤のイメージあるかもしれない。紫も赤ももう昔から本当小学生の時からずっと好きだから。すごい、さすが。多いかもそんな感じで。あ、ちょっとお時間になったみたいなのでこんなところで終了したいのしたいと思います。質問くれた皆さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとう。はい、ではそろそろエンディングのお時間です、うん、今から感謝を込めて上位の方のお名前をお呼びしたいと思います。まあ、ちょっと電波状況や、ね、ラグなどで見ているものと全然異なる場合がございますが、なるほど、あらかじめご了承ください、はい、お願いします。もうラグはねどこにもありますからね。まあしょうがないっす。なあ、しょうがないっすではでは、はい、読みますか。はい、10位しんしんさん、ありがとうございます。はい、じゃあ順番に。はい、9位リリタさん、はい、ありがとうございます。8位七丸さん、あ、れのちゃん大好きだって。ありがとうございますありがとうございます。次、7位、うん、けいちゃんさん、はい、ありがとうございます。次は、なんて読むの？ベアンベル？ビアンベルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。5位、はい、ゆさん、はい、ありがとうございます。続いて、しょうゆさん、ありがとうございます。しょうゆ、ありがとう。3位、うん。むねちゃん、おお。さん、ありがとうございます。ございます。続いて、あ、山本さん、はい、ありがとうございます。あ、イエーイはい、続いてで1位東京バナナさん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございました。ここで乃木坂46からのお知らせです。乃木坂46 30枚目シングル好きというのはロックだぜが発売中です、うん、皆さん、はい、ぜひ聴いてください。続いて10月31日月曜、樋口日奈卒業セレモニーが東京国際フォーラムの方で行われます。ちょっと樋口さん卒業ということで頑張ってね、笑顔で見送れるように、ね、頑張りましょう。ないけどそう、素敵なねセレモニーできるように頑張ります。はい、続いて11月16日水曜、真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームブルーレイ &DVD が発売します。なんか懐かしいね。2021って去年か。去年去年、なんかもうちょっと前な気がしちゃうんだけどさ。うめ、びっくり、ね、そっか1年か。そうなんです。ぜひぜひ見てください。はい、はい、そして、次回の乃木坂ニャンバーワンは10月26日水曜日の19時から生配信の予定になります、うんうん、次回のメンバーは追って お知らせしますのでツイッターなどでチェックしてください、はい、また次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください、うん、フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきますということで、 お願いします。お願いします。見に来てくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。と言ってもまだ6分ありますということで意外と早かったね。ね、いやでも早い、あっという間だよね。なんか2時間だっけ。2時間とか確か。すごっそんな経ってるような感じはしないけど、ね、みんなありがとうございます。びっくり、ありがとうございます。見てくれて遅くまで、すごい、お疲れ様、ありがとう。ありがとう。あ、4万人超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、イエーイ
ありがとう。スクショタイムお願いしますっていうコメントがいっぱいあるので、やりますか。いいよ。どうしよう。何がじゃあ、え、何、わかんないわかんない、ストップストップ、そうそうそうじゃあやってほしいポーズあればありますか。来るかな。ハート、ハートだって。はい。あ、すごい、2人でハートになるじゃん。イエーイ。ちゃんと左右逆。そう、ちゃんと左右逆。いいね。続いて、猫だって。どっち猫？こっちか。なんかさ、なんかギャルみが。シスター、ギャルみどうしたの？まずい。まずいわ。猫だって。猫猫です。はい、やりました。あとは何かありますか。もうギャル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 、もうさっきのがギャルだったのよいや、猫の手だったのなんだ、ギャルピースしてくださいって。ギャルピースどんなだっけ。あ、これか、これ顔隠しがちらしい。これが正解らしい。そう、なんか見たわ。あとはコウモリってどうやってやんの鳥じゃんいや難しいでしょ。でも飛んでるからこれじゃないひよこみたいになっちゃう。ひよこみたいになっちゃう。お祈りポーズだって。お祈りポーズ。うん。うん、はい、こんな感じで。はい、あとはまだ3分あります。何がいいかな。みんなどんどん送っていいよ。わあ、ご飯食べてきたよ、だってかわいい、かわいいね、いいなー。なんだろう。難しい難しい難しいポーズだな。ギャルかぼちゃむずすぎる。ギャルかぼちゃギャルかぼちゃの正解は教えてくれる。難しい、面白い何でもギャル化しちゃうじゃんね。うさぎだって。うさぎ、うさぎ、じゃあやるか。はいはい、こんな感じ。あと2分。2分ってどれぐらいなんだろう。まあ意外とすぐだよね。意外とすぐか。あと1分になっちゃった。1分半ですねじゃあとりあえずご挨拶を。そうですね、行きますか。ここら辺で時間足りなくなっちゃうので、うん、ではでは、またお会いできるの楽しみにしています。以上、はい、乃木坂46の伊藤リリアと中村玲奈でした。バイバーイ。バイバーイ。あと何秒あるか分かんないけどえ、切れるまでこれなのじゃあねバイバーイ